おはようございます。薬剤です。さて、本日のお話は、ニヤニヤしようというお話です。何かを想像しているとき、思わずにやけてしまったり、笑ってしまったりすることがあります。反対に、不快なことを考えていて、眉間にシワが寄っているときもある。どちらも想像なので、実際には起こっていないことですが、思わずにやけてしまったり、怒りが湧いてくるのは、感情とリンクしているということです。つまり、実際に体験していないのに、脳はそれを体感していて、感情を呼び出し、結果、表情や体の姿勢に変化が現れる。脳が体感したと感じているということは、それは、実際に経験したのと同じようなものです。後者はいいことがないので、すぐに別の考えに思考を切り替えた方がいいですが、前者に関しては、それを大切にしてください。感情とリンクしていると、想像に臨場感が出ます。そして臨場感は、リアルに近い感覚を生み出します。それを感じ続けていけば、あなたにとってそれは、当たり前のことになる。当たり前が変わるということは、前提が変わるということです。こうなったらいいな、ではなく、それが日常になる。それはやがて、現実にも変化をもたらし、さらに時間が経つと、現実と想像のギャップがなくなっていきます。楽しい未来は、そうやって作られ、実現していくのです。ワクワクや、にやけてしまうこと、楽しいと思えることは、否定せずに、その臨場感を味わい尽くしましょう。そんな何気ない習慣が、毎日を楽しく、未来を明るく照らしてくれるのです。では、今日も素敵な一日を。